高山サーカス、無事に終わりました。ものすごい楽しかったです。ありがとう。中学校の頃ずっとこうやっておでこを出したヘアスタイルをしていたんですが、皮膚科の先生に君それだとハゲるよって言われてずっとやめてたんです。でも久しぶりにやったらやっぱスカッとしてすごく気持ちが良かったので、たまにはライブでこうしたいと思います。ラストは仙台。なんか嵐が来るみたいだけど、嵐を起こそう。